お疲れ様です。お疲れ様です。はレノイさんおっしゃってた、西川選手当たりまくりき たんですけど。そうですよね。パッパパリーグとセリーグでね、交流戦で、こうなんか、いいきっかけになって浮上してくる選手がいますよね。いや、で、チームも6連勝になってきました、オリックス。なんか、みんなの解説の方も口を揃えて、このまま停滞するチームじゃないから、いつ浮上してくるかが問題だけども、まあ、この交流戦って言われてる方も何人かおられましたよね。そこでやっぱり西川選手ってキーマンになってね、攻撃陣を引っ張りそうな雰囲気はプンプンしてましたよね。でもちょっと今日緊急でですね、取らせていただいたのが、中日、新庄監督に初めて勝ちましたね。いや、6連、僕もね、この前の6連敗してるのを忘れちゃダメですよっ ていうそうのでがすよ。頭の片隅に引っかかってて、よし、ようやく一つ返したっていうのが、よぎりましたよね。最初のハイタッチからなんか、あそこまず最初の砦じゃないけど、前回あそこでちょっと動揺しましたね。前回のトラウマじゃないけど、体の隅々までなんか仕掛けてるのが見ちゃう。特に中日戦なんかするんじゃないのみたいなね、勝手な警戒心があったんですが、1番カリステ今日猛打賞なんですけど、カリステ外せなくないですか？カリステはやっぱりどっかで出したいですよね。福永選手がこうやってね、ホームランも出て、当たりが出てきてっていう、この立浪監督もチームでスイングが一番早いってこう、褒められてるコメント出てたし、もうなおさらこうちょっと外せないってなると、まあでもカリステね、ファースト守ってるんですけど、なんか今後 DH 制終わってももうファーストカリステでいいんじゃないのみたいな。ファーストね、カリステね。ビシエドが、ああいう形にね、抹消になって、もう、外せないですね、そうなるとね。なんていうんですかね、腐らずにっていうと別にあれですけれども、でも前向きにやって、気持ちつないでくれてますね、本当に。いや、ディカーソンが打った時もね、気が気じゃなかったと思いますし、で、ビシエドが来て、ビシエドも第1号打った時もね、でも、2年目、まあ、慣れてきたのもあるし、本当に今言われたように、腐らずに、こう、ずっと自分のコンディション保ってましたね。いや、なんか応援したくなる選手。映像に出てくるのも、写真撮られるシーンとかも、本当にベースにこうね、ダイビングしていくようなシーンね、ヘルメット飛ばして。ああいうこう、アグレッシブさはやっぱり、まあ、じゃあ、ディカーソンから感じるか、ビシエドから感じるかっていうと、カリステならではみたいなとこあるから、なるほチームど。が、あのプレー、ワンプレーでもね、外国人選手がしてくれると勢いづくのは確かに、僕ら現役の時もね、それこそね、もうドミンゴがヘッドスライディングで盗塁した時なんか大盛り上がりですし、タイロンなんかがそういうプレーしたらもうね、かなりチームが勢いづくっていうのはわかるんで、もう本当カリステはいい存在になってますね。ちなみにディカーソンってレフトの守備自体は別に問題ない感じですか？というね、よくポイントでこう、フォーカスされるんですけども、まあ、上手な方かっていうと、そんな上手ではないけど、まあ、アウトに取れるやつは、今のところなんとかね、やってくれてますよね。で、ちょっと気になるのが、村松君の調子も落ちてきたでしょ。なんかもう、上打たされたり、下打たされたり、ちょっとね、村松君のその、あっち行ったり、こっち行ったりで、落ち着かない、打撃が調子良ければ、なんか、村松くんのね、使われ方もわかるんですけども、こうやってなんか打率落ちてくると、少し村松くんっていうのも、ポイント的には、これからちょっと正念場来ちゃいますよね。もう、あれだけ打ってたら外せないになりますけども。今日はそれで言うと、あとブライト選手上がってきました。待ちに待ってましたよね。チームのムードメーカーというか、みんなの方にこう、調子悪いと引っ張られて、元気は自然とこう、消滅してって、もうなんだ、淡々とこう、やるようになってくると、彼は、チームのそういう雰囲気関係なく、
元気印でね、彼が一軍にいるときって、おそらく勝率出てなくてもいいと思うんです。ベンチでね、盛り上げてくれたりする。いい存在なんでね、まあ、自分自身でヒット打って、それでね、気分的によく元気がさ、それはもちろん、もうそれに越したことないんですけどね。出てなくても彼は元気出してくれるし、チームの中心としてはもう、出てくれるとパッと明るくなりますしね。なんかね、プライチ選手も今日、まあ、4打数で3三振なんですけど、まあ、とりあえず何打席かは、うん、何試合かはなんか使っていただいてっていう風に思った方がいいですかね、うん、どうなんでしょうか、うん、呼んでもらってやっぱすぐに試合に出してもらえるって非常にね、まあ、僕ら現金のところはあんまりそういうことはなくて、調子がいい時に試合に出してもらえるっていうのはもう選手日和に尽きると思うんでね、まあ、早くそのチャンスもらえてるうちに1本で彼らしい当たりが出ると、でファームの方ではね、もう安定した成績残しつつありますからね、もう二軍選手じゃないなっていうのはもう見てて分かりますから、もういかに一軍で結果出るか、もうこれからはもう実戦の中で彼は成長していくのを期待したいなと思いますね。そして今日田中美希也さんの第2号、ね、これもなんか球場の雰囲気に乗せられた感じのホームランだったと思いますよ。なんかエスコンで、こうね、なんかいつも以上にこう集中してなんか盛り上がってる感じの中で、まあいつもと違う球場の雰囲気じゃないかな、まだ行ったことないんですけども、ちょっとそれをね、明日確かめてこようと思うんですけども。明日行かれるんですもんね。はい。いや、でもなんかツーアウトからこんな点取るとかって、なんかお強いチームみたいな感じに。うん。日本ハムが、それこそ他のチームとね対戦して接戦で勝ったり、まあ接戦落としたりもしてましたけども、まあ、そういうふうに力があるぞっていうのを分かってましたから、その日本ハムにこういう戦いぶりで今年やっぱ勝てるって、やっぱドラゴンズもね昨年までと違って力つけてきてるのを感じますよね。日本ハムもね3カード連続負け越しっていうところなんですけれども、もしかするとっていうか、ぜひともね明日と明後日どちらか勝っていただいて、いやね、せっかくね北海道まで行ってるんでね、もう6個負け越してた1個返しましたから、もう1個もう2個ぐらいね行きたいですね、うん、一番嫌なのが結構あるんですけど、初戦取って2敗するっていうの最近よくあったんですか。よくあるですね。油断してるわけじゃないんですけどね。油断してるわけじゃないですか、あれ。油断してるわけじゃない。大丈夫ですか。初戦取って、巨人にも初戦取って、あれ ?2 回負けるみたいな。だからあんまりこう、そのまま、もう選手に任せて、もう棒、ね、もうなんか、それほどに動かなくても、選手がやってくれると思いますけどね。うん。あとはね、個人的には、現役ドラフトで行った日ハムの水谷選手。あの選手もね、僕入団した時にソフトバンク、見てましたけど、体が大きくて、なんか瞬発力があるけども、全然ね、守備もね、もうダメで、もうね、活躍してるのを目の当たりにして、ね、すぐ思い浮かぶのが、やっぱり、今、三塁コーチやれてるソフトバンクの井出さん。もう井出さんがもうずっと付きっきりでね、もう何回も何回もノック打って、ノック打ってってやってる。もうこの、井出さんに本当ね、感謝、の気持ちをこう、本当に持っていってもいいよぐらい、それぐらいやっぱり井出さんやってましたから。ね、下積み、ソフトバンク時代のものがあって、今、日ハムで活躍できてるっていうね、本当にこの選手が一流になるんだろうかって、そういう将来答え合わせのためにも今頑張ってる水谷くん目に焼き付けておこうと思って、ずーっと守備練習でもね見学してたんで、やっぱすごいっすね、やっぱりやればやるだけ良くなるんですね。だからこの前でも井出コーチちょっとフューチャーされたやつがあったんですね、横浜戦の時にね。ああ、わかります。見ました。あれはね、外野手の三塁コーチャーならではですよ。センター誰が守ってるか、そして取る体勢、でその子の特徴で、そこから立て直して一人でダイレクトで投げるぐらいの身体能力があれば、ちょっと考えますけど、取る体勢が少ししゃがみ込んで、勢いがすべて
ちょっと止まってしまった動き、その体勢を見てですよね。タイミング的には全然アウトなんですけど、カットマンまで投げるだろう、カットマンが誰なんだろう、多分あれ、マキ君かなんかがね、繋いだんだけど、この距離でホームまで回ってこないだろうなっていうセカンドの、まず考えが多分あって、取って振り向いた時に、まあ遅いですよね、もうな、行ってるんかみたいなね、感じしてました、ね。いや、なかなか見ないですよね、あのセンターの位置で、あれでホームに帰ってくるって、すごいですね、プロって。そうですね、だから、あれは、真理を見てましたよ。井出さんのファインプレーですよね。そして、ちょっと日本ハムといえば、やっぱり、アリエルと宮司さんのお話をお伺いしなきゃいけないなと。宮司さん、今日はね、なんか音楽、登場曲変えて、なんか、ドラゴンズファンに向けても少しサービスしてくれたりしますし、なんか岡林と一緒のなん登場曲使ったりなんかしたりしてね、楽しませてくれてましたよ、やっぱりファンサービスもね。せっかくこう、北海道まで来てくださるドラゴンズファンに向けてね、何かしら自分でできるスタイルをね、提供してくれてました。アリエルも最後154キロで三振したり最後してたけど、やっぱり高橋宏斗君はそれ以上に良かったですね、今日はね。宮司さんを抑える、あと岡林さんのバントあったじゃないですか、送りバントがセーフになったやつもね、なんかこういうたれですけど、ピッチャー取って投げてるけれども、うん、宮司さんサードいるしなみたいなね、なんか、うん、宮司がサードにいるのを、目の当たりにゲームするっていうのはちょっとなんか今感覚的に想像しづらいから面白いですよね。いや、すごい、こういうのってどうなんですか、お互いでもちょっと嬉しいもんなんですよね、こうトレードで行った先でこんなチャンスをもらって出てる姿っていうのは。嬉しいですよ、うん、嬉しいです。ああ、試合やれる。でね、自分の成長ぶりをこう答え合わせできる、そういう機会だから。よーし、今日はやってやるぞって絶対意気込んでたけど、郡司選手に限ってはちょっと力みがあったような感じますよね。いつも以上に力んじゃってた。まあ、中橋宏投手が良かったのももちろんありますけど、郡司選手はね、ちょっといつもより気負いが入ってたな。っていう感じしましたね。まあ、あそこ4回の場面は結構大きかったっすもんね。なんか、アリエルがやって。ねえ、流れが変わるどころですからね。でも今日の両チームの先発楽しみですね。伊藤博美さんと小笠原さんでね。まあ、投手戦になりそうだなっていう感じしますけどね。僕はだから、水谷君も楽しみな一人にこうなってきたし、まあ、万波君のその、打つ、走る、投げるもね、見たいし、うん、あとは、ドラゴンズのその、今の状態だと、もう十分にね、勝ち越し望んで3連勝まで望める、そういう流れに来てそうなんでね、勝って帰っていきたいと思いますけどね。一勝、あと2試合、1回だけちょっと、今年は日ハムさん勝たせていただけると、大変ありがたいですね、ちょっと。本当に、まあ、とりあえず、いや、ずっと勝てないんじゃないかって、うん、うっすらなんかあんじゃねえかって、勝手になんか心配して。日本ハムも少しずつね、接戦落としてる試合が、増えてきて、まあ少しずつ苦しんでるのは感じますよね。なんか金村さんがそれこそ出したりしていくと、ちょっとね、リリーフ陣がちょっと疲れが出てきてるんじゃないかなっておっしゃってましたけど。ここ踏ん張りどこですよね。夏前のね、交流戦終わりにかけて。すぐですね、中日戦終わり次第、日本ハムの応援を再開させていただきますので、日本ハムファンの皆様、この3試合だけすいません、中日全力で応援させていただいて、終わり次第、適宜日本ハムの応援の方に入りたいと思いますので。俺は本当ね、見ててもね、気持ちの入れ方がね、難しいんですよ。ドラゴンズ応援しててね。で、アリエルだけ、郡司だけ、ね、山本匠だけって応援してて、で、打てよーなんていうふうに思ってたわけでしょ、はい。それがね、ドラゴンズ対戦するとね、ちょっと申し訳ないけど、ここを抑えてさせてもらうよみたいなね、気持ちになって対戦するから。ね、なんか心境的にはね、なんか、どうやって持っていけばいいかよくわからないです。終わり次第、はい、終わり次第、ね、はい。ちなみに今日楽天、交流戦の楽天、大周回で逆転しました、巨人に。あ、そうですか。すげえな、7対6で勝ちました。まあ、どこからこの強さが来てるのかよくわからないですね、楽天もね。もうドラゴンズ、バンテリン行った時だけ、阿部さんホームラン打つしね。楽天のか、なんか、本当、去年の阪神に負けてるみたいな感じで負けていきましたよね、なんかね、なんか気づいたら、全然負けちゃうんだけどみたいな。
全然日中ハム優勝予想したんですけど落ちてっちゃったんで途中。そうですね。いやでも今日危うく結構途中までほとんどセリーグ勝ってたんですけど、今日は一応3戦3勝3敗になったんで、あ、よかったよかったっていうのはですけど、まあ交流戦どこ行っても聞かれるのはセリーグとパリーグどこが違うんですかとかね、もう今それ分かりやすく見るのは勝敗でね、強い弱い結果でこうもう皆さん分かるところを説明したいですけども、それがやっぱセリーグが負け越すとね、パ、うん、リーグの方が、うん、勝敗がトントンになりそうになったらもう西武の西武ですけどね、原因は、うん、今日も負けましたよ西武。西武に負け越したドラゴンズ、ちょっと痛いんですけど、あれ本当にあそこでもうちょっとねトントントンってうまく勝ち拾えてたら、交流戦もね本当ね、やっぱり今日の戦いぶり見て思いましたもん、やっぱり力はちゃんとついてきてるんで、狙えたはずなんですよ、ドラゴンズも交流戦。巨人と2ゲーム差にはなってます、さ。巨人も苦しんでますよね。巨人が。え、だって交流戦の順位だと、うん、あ、巨人と並んでますもんね。すごいよな、マジで。どっからか歪みが出てるんですかね。リク3立てはやっぱでかかったですよね、食らっちゃったの。うん、いや、今日のでも、9回、ただ8回に2点取ってのだったと思うんで、8球で5点取られて負けましたもんね。ちょっとダメージでかいですね。キャッチャーのね、大城くんとかの使われ方とかもね、興味ありますよね。岸田捕手がね、よく出るようになって、で、小林捕手がまた出るようになって、あそこもこう、わりかし捕手が定まってないですね。いや、これすごいな、楽天が。面白いですね、交流戦。もうやっぱ普段見れない選手のそのポテンシャルの高さとかね、そういうのを見るとね、あ、こんな選手隠れてたんだ。それを現地で見れるとね、余計、まあ、ファンになってしまうし、うん、そういうところがやっぱ交流戦の楽しみ方の一つでもいいなと思いますよね。あとはちょっと交流戦終わったりするとね、どっかから西武に本当2選手ぐらい、なんかトレードで、なんかちゃんと動いてほしいなってなんか思いますね、西武。やっぱこれだと、西武ファンがかわいそうっすよ、ちょっと。ピッチャーだけ孤立しないようにね、やっぱのフロントとか、やっぱ球団が、その野手の補強っていうのも大事なことになってくるでしょうね。いや、だって楽天が借金1で、オリックスが借金3で、西武だけ借金22っすもん。うん、これもうね、前半の、まだオールスター迎える前に、これはね、結構心理的にきついと思いますよ。うん、なんか大問題。かうん、になっちゃいますよ。セリーグの地位球団が、本当協力っていうのもあれですけど、なんかこういう時に、塩を送るというかね。まあね、うん、まあ、ポランコにしてもね、外にしてもね、セリーグから行ってね、うん、こう活躍してるのを見ると、やっぱり西武もそういう面ではね、外国人の補強とかもあっていいと思いますよね。ちゃんとやっていただきたいなと思います。だってファンの方々いらっしゃいますからね、本当。さすがにこれ18勝40敗が中日がやってたら。もうちょっと考えられないんですよね。毎日大荒れになりますよ、本当これ。いや、まあでもちょっと交流戦も、引き続き楽しんでいきたいと思います。すいません、急にお願いさせていただきまして。本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。お待ちしてます。